今日です。今日は早朝、ここに来てみました。ランニング始める前なんですが、今日はねなんか雨が降るらしいので、ちょっと先に、早めにはランニング行こうと思って来ました。早朝なので、ここ新幹線が走ってるんですが、新幹線もまだ走っておりません。遠くではホトトギス、近くでカラスが鳴いております。こんな早朝、早朝と聞くと僕思い出すんですね。朝一番あなたに向かってズームインとか言ってね、昔よく学生の時ちょうどテレビをつけるとやってたので見てました。実はズームというと、僕最近ズームを始めたんです。ほんの2日前でございます。すぐにね、こうやってやってみる、新しいことを始めてみるって、今いろんなことが求められているから、僕すごく大事だなって思うんです。でね、初めてやってみることをこう動き出す、初めてのことをやり出すときに大事なことって何かっていうのを今日伝えたいなって思うんですよね。皆さんよく言われるのが、一歩踏み出すことだって、何かを始めるときには一歩踏み出すことだって言われるんだけど、僕はそれよりもっと大事なことがあると思ってるんです。それは何かって言ったら、2歩目を踏み出すことなんですよ。みんな1歩を踏み出すんです。ところが2歩目を踏み出さないんです。どういうことか分かりますか？足元見えるでしょうか？みんな必ず1歩を踏み出すんです。ところが1歩踏み出しても、みんな何かあったり、また何か起こると、あ、やっぱりなって戻すんですよね。つまりまた元の場所へ戻ってしまうんです。ところが1歩踏み出して、早くその次の2歩目を踏み出した時に、あなたは初めてさっきよりも前へ進んだり変化していくんですよね。つまり1歩目ではなくて、その次の2歩目を踏み出せるかどうかが大事なんだってことなんです。今手が入っちゃいました。だからその2歩目を踏み出してみる、そのことを大事にしてください。そうするとあなたは次のところで行きます。だから例えば僕の場合、ズームをインストールしました。そしたらすぐ仲間と使ってみました。2歩目をすぐ踏み出すんです。例えば何かをやってみた、失敗しました。そしたらまたすぐ、もう一度すぐに何か失敗してみるんです。2歩目を踏み出すんです。あなたがどん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 新しいことにチャレンジして前に進んでいく、そのために大事な大事なことです。何かを始めたんならすぐ2歩目を始めてみる。今新しいことをとてもとても求められ、でもすぐやってみるんです。やってみたら次すぐやってみて失敗するんです。失敗したらもう一歩踏み出して失敗してみるんです。次々その後ろにある足をどん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 前に出してやると、あなたはとんでもなく今より前へ進んでいきます。新しいことを始めるために次の一歩だって、その後ろに置いてあるその足を早く前へ出すんだって、そのことを心がけてみてください。こんな風にしてね、チャンネル登録をしてくれたあなただけに大事なこと伝えていきますので、ぜひぜひチャンネル登録してください。朝一番、あなたの心にズームイン、深きよでした。